東京スカイツリーは5月22日の開業に向けまして、現在施設のサービスあるいは演出計画につきまして最後の詰めの作業に入っているところでございます。まず東京スカイツリーの営業の中心となります第一展望台、第二展望台の名称をご紹介いたします。第一展望台が東京スカイツリー展望デッキ、第二展望台が東京スカイツリー展望回廊です。名称の由来といたしましては、今までに見たことのない天を望むような景色と第一展望台のデザインが広々としたデッキを連想させること、また第二展望台につきましてはぐるりと取り囲む回廊を特徴としていることから、この名称を付けさせていただきます。路線愛称の発表いたします。どうぞ。路線愛称は東武スカイツリーラインです。3月17日より伊勢崎線浅草押上から東武動物公園までの路線愛称として東武スカイツリーラインを導入いたします。3月17日に東京スカイツリータウンのプラットホームである成平橋駅を東京スカイツリー駅へと駅名を変更することで、東京スカイツリータウンへのアクセス駅としてお客様に分かりやすい名称となります。またそれにふさわしい駅となるよう大規模な改修を実施し、4月20日にリニューアルオープンいたします。また同時にもう一つのアクセス駅である押上駅につきましても、副駅名を加えまして押上スカイツリー前といたします。押上駅は当社のほか東京メトロ半蔵門線、都営浅草線、京成押上線のジャンクションであることから、各方面より東京スカイツリーに訪れるお客様に対しより分かりやすいご案内が可能となります。